在庫チャンネル。和太鼓よ世界に。こんにちは、加畑雅紀です。麻美遥香です。今回の太鼓チャンネルは先週に引き続き太鼓祭り in 久喜菖蒲公園の模様をお届けします。今回も出演者の熱い演奏をお届けします。それでは今日も元気にいってみようか、太鼓チャンネル。今回は後半の4組ですね。そう、今回はエイサーが出てきたりと、これまた個性が全然違うから見応え十分。わー、楽しみねえ。それでは一組目行ってみましょう。稲町綾瀬太鼓。このチームは子供が中心ですよね、うん、そうだね。ちょっとね、思うんだよね、いつも太鼓の演奏見てて、うんうん、あのやっぱこういう太鼓団体さんって、あの自分のその地域のお祭りとかね、あとは老人ホームにね、慰問で出向いて演奏したりとかさ、うん、でやっぱそういうちっちゃい子からさ、もうこう頑張って一生懸命やってる姿とかさ、おじいちゃんおばあちゃん見て涙したりとかね、そういうのすごくいいなと思ってね。それはもうね、お互いにとっていい経験だし、うん、いい刺激ですよね。ね、埼玉エイサー対紫。このチームはみんな明るかったですよ ね、 ねえ、ほんと明るかった、うん、このね、軽快なリズム聞いてると、うん、私もね、明るい気持ちになっちゃいます。そうだね。でね、そのね、明るさの中にある熱さ、熱さ、うん、言ってたよ、やっぱりね、この沖縄の伝統文化をもっともっと広めていきたいって。いやでもね、このね、うん、エイサーを聞いてると私すごく沖縄の風を感じますよ、うん。嬉しいんですけども、見た感想を。ああ、もうすごい迫力があって、はい、楽しんでます。生の太鼓の演奏どうですか？私はあのこういうのはあの大好きで、迫力とこの音、うん、はい、こういうイベントがあるってどう思われますか？いや、いいと思いますよ、すごいね、見ると楽しいし。太鼓大好き、太鼓大好き、ありがとう。和太鼓浜。浜は、うん、いろんなね、手法にいつもチャレンジしてますよね。そう、もうね、単純に太鼓団体ですってこう言っちゃいけない感じね、うん、パフォーマンス集団ですよ、うん、だってこの前なんか、うん、歌舞伎を取り入れてましたもんね。おー、なるほど。もうね、これからもどんな新しいことやってくれるのかなって楽しみだよね。注目です。